はい、本日はですね、2021年に買ってよかったものをご紹介します。ということで、2021年もあっという間でしたね。皆様どんな一年だったでしょうか？2021年もたくさん洋服を買いまして、いろんな出会い発見がありました。そこで今年も2022年も素敵な買い物ができるよう、2021年に買ってよかったものをきちんと振り返り、皆様と共有していきたいと思います。まず一つ目がですね、先日の動画でも紹介しました、こちらのコモリのスウェットパンツでございます。もうこちらに関しては、購入後着用頻度すごい多いパンツでしたね。なんといってもですね、履き心地がスウェットのため、もう本当に楽ちんでですね、もうめんどくさい日とかはこれを履いておりました。冬もですね、かなりこう寒い気温の時でも裏が起毛かかっているので、もう全然寒くないんですよね。なので寒い日もガンガン履けるということで、もう本当購入後たくさん履かせていただきました。楽ちんなスウェットパンツではあるんですけれども、最近結構流行りました、ジャケットとスウェットの組み合わせなんかもこの子でしたり、あとはニットと合わせても、もうこのスウェットパンツのシルエットが綺麗なので、カジュアルダウンしすぎないということもあり、本当に着用機会が多いパンツでございました。まだ見てない方いらっしゃいましたら、是非前の動画も見ていただければと思います。1つ目がコモリのスウェットパンツでございます。2つ目がこちらでございますね。キーウエストプリントのチャンピオンのプルオーバーパーカーでございます。コモリのスウェットパンツ同様、こちらも先日の動画でご紹介させていただきました。僕自身がパーカーが好きっていうこともあり、リバースリーブのパーカーが欲しかったんですよね。そういったところで、ネイビーボディで、さらにプリントがイエロー、この組み合わせのパーカーに出会いまして、もう一目惚れ購入し、もう着用もたくさんさせていただきました。やっぱりスウェットは便利ですね。これを購入したのが秋頃でして、その頃なんかはもうこれ1枚で着ておりました。と寒くなってきたらパタゴニアのベストとかを羽織って、もっと寒くなってきたらもう重アウターをこの上からざっと羽織るような感じで、もう本当にこちらも季節は問わずにガンガン使わせていただきましたね。また冬も終わって春になりましたら、またこれを1枚でガシガシ着ていきたいなというふうに思います。2つ目がチャンピオンのリバースウィーブプルオーバーパーカーでございました。3つ目がですね、レユッカスのクロコダイルキャップ2でございます。こちらは9月に上げました動画にて詳しくご紹介していますので、是非そちらもご覧ください。いい革靴をずっと探しておりまして、この子に初めて出会ったのは2、3年前ぐらいですかね。その時にいいなぁと思ったんですけれども、その頃はちょっとお金が足りず、見逃しで再販ないかなということで、ずっと待っていたところ、今年の9月に念願の再販ということで、お金もその時ちょうど用意があったので、タイミングも重なり購入した、結構思い入れのある靴でございます。気に入っているポイントとしましては、革靴なんですけれども、そこまでひどく疲れないっていう点ですね。僕が立っているお店の床が石材が使われておりまして、普通の革靴で立ってるともう半日ぐらいで足ダメになるんですよ。立ってられねえみたいになるんですけれども、なのでスニーカーを履くことが多いんですね。ただ3、4センチぐらいあるヒールなんですけれども、なぜかこれを履いて立ってても、1日いけちゃうというか、もちろん程よく疲れはするんですけれども、無理なく1日履き続けることができる履き心地ですね。気に入っているポイント、2つ目がですね、他のメンズ革靴にはないこの
華奢なデザインですね。これはちょっと個人的な話にはなるんですけれども、僕の足首が結構細くてですね、それに対して僕の足のサイズが 27.5 なんですよ。足首細くて足でかいみたいな感じで、なんか結構バランスが悪くてですね、で割と 27.5 に合わせた靴を履いてしまうと、もうミッキーマウスみたいな姿になっちゃうんですよ。ミッキーマウスって足首細くてなんかでっかい靴履いてるじゃないですか。ああいう感じになるのが嫌で、そういったところでこの子履いているんですけれども、もう本当なんですかね、このこうシュッとしたデザインといいますか、ボテッとはしていないですよね。いかにもこう男性靴みたいな感じがしない、ジェンダーレスな感じが、まあ、僕の足首との相性も良くて、キーマウス現象にならなくて気に入っております。これは本当いい着型ですね。こちらもまあやっぱり季節は問わず、秋冬春夏と履いていきたいと思います。一応経年変化具合もまだ半年ぐらいしか経ってないんですけど、こんな感じですね。割と僕はもうここにシワをつけっぱなしにしております。はい、この横じわがもう入ってますね。なんかやっぱりこの革の質がいいのかわからないんですけれども、この横シワの入り方がかっこいいんですよね。ちょっと見にくいんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもですね、2021年のベストバイ、この動画のコメントでぜひ教えてください。はい、それでは本日もコメント読みさせていただきます。先日アップしましたドリスバンノッテンのメンズコレクションデビューをしましたからコメントを読まさせていただきます。ぐんぐんさん、小林兄貴お疲れ様です。ナグチャンパの動画から見てます、ということで、兄貴呼びは初めてでございます。お疲れ様です、ということで、ナグチャンパの動画から、ナグチャンパの動画から結構昔ですかね。最近のナグチャンパの方かな。本当に僕が YouTube を始めたての時にナグチャンパのあの動画を上げたことがありまして、その動画からだと結構昔から見ていただいてますね。いや、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、では続いて、あーあーさん、着ているスウェットなんですかっていうことで、この時着てたのがですね、こちらですね、 7x7 のものでございます。こちらはですね、レショップが別注した 7x7 のスウェットでございまして、こちらの骨のこの刺繍の絵ですね、このイラストを手掛けたのが下田正和さんというイラストレーターの方でございます。はい、皆様いつもコメントありがとうございます。本日のもコメントお待ちしております。本日もご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただきましたら、高評価ボタンお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。